松山市のみりんちゃん、はい、犬の匂いはどこから来るんでしょうか、はい、犬を飼っていて外から帰ってくると部屋が臭いです、うんうん、どうしてなのか不思議です、はいはい、そうですね、うん、これはですね、あのさっきもちらっとお話したんですけども、犬は、うん、汗をかかないんですね、ほとんどかかない、まあ、かくところは実は足の裏だけなんです。はい、で我々は汗をよくかきますね、皮膚でね、はい、それが足の裏しかないんですね。でもう一つでも汗腺と言われるものがあって、汗の腺ですか。そうですね、はい、これがですね、あのアポクリン腺っていう、はい、汗腺があります。はで人間にも実はあります、うん、口周りとかですね、はい、脇のとことかですね、いろいろあるんですけど、はい、こういうところのはあの実はですね、アポクリン腺は皮脂腺と、うん、大体同じところにあるんですね、はい、で、汗の代わりに皮脂腺からの分泌物を出してくるんですね、油分です、要するに、うんうん、で、それがですね、あの皮脂ですよね、皮脂がその皮脂腺から出てきて体の表面についたものが今度酸化するんですね。わお、酸化したものを今度は細菌が分解するとその匂いになる。でそれ体中から出るんです。そうなんです、油が、はい、うん、でですね、まあ、あの一説にはこう蒸れた靴下の匂いと一緒というふうに言われるので、やっぱりそれがあの人にとってはですね、うん、臭いなというふうに思っちゃうわけですね。ただし、はい、実はこれもですね、あの犬同士にとっては個体識別の方法の一つと言いますか、お前はこの、山田はこの匂い、そうそう、池田はこの匂い、はい、みたいな。そうです、はいはいはい、そういうことなので、うん、あの決してあの不必要なものではないんですね。ただまあ人間にとってみたら、うん、ちょっと不快な匂いもしてしまうというところですね。ちょっと質問、はい、猫はそれほど匂わないじゃないですか、はいはい、猫は構造が違うんですか、そのアポクリン腺基本的には一緒ですけれども、はい、そこまで、はい、うん、発達してないので。あ、そうなんですね、はい、うん、猫でも、ね、匂いが出る子もいます。あ、そうなんじゃ、はい、その部屋の匂い、ワンちゃん飼ってるなっていう、はい、その匂いを防ぐためにはなんかいい方法ないんですか。うそうですね、まあ、シャンプーしたりっていうのも一つ方法なんですけども、あんまりしすぎると良くないので、はい、最近はのドライシャンプーみたいな製品も出てきて、ワンちゃん用の、はい、のでそういうのでこうブラッシングみたいな、はい、それでね、ケアしてあげると多少違うかなと思います。はい、ネコワン、松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、さあもう一丁いいですか、はい、東温市のロッキーくんから、はいはい、犬にベロンベロンに舐められ一緒に寝ているんですが、はい、私は大丈夫でしょうか。そうですね、気になってる。免疫の状態が健康な方であれば、人間が、はいはい、はい、そうです、飼い主さんがですね、飼い主さんが、はい、まあ、まず大丈夫だと思うんですけれども、やっぱりその風邪をひいた時とか免疫状態が弱ってる時はちょっと気をつけた方がいいですね。睡眠不足だとか、ああ、そうです、そうです、季節の変わり目とか、うんうんうん、ちょっと弱
ってきてる時、はいはい、何かこう基礎疾患があるとかですねいう場合の方はちょっと気をつけた方がいいですね。やっぱりパステレラっていう細菌の感染が起こったりとか、それ唾液とかそうですね、 70% ぐらいのワンちゃんは持ってるそうなので、お部屋で飼ってるワンちゃんも、はい、なので、はい、舐められることによってこうそういう感染が起こってしまう可能性があります。他にも海中とかですね、そういう、あ、それも人間にうつるんですか。そうですね、人間にうつって大変なことになることもあるので、はい、海中持ってない子の方が多いと思いますけれども、はい、それ例えば舐められたら洗う、うん、そうですね、舐められない方がいいと思います。でもくるくる、かわいいかわいいじゃないですか、ベロンベロンベロンって、はいはい、そうですね、やめとけ、はい、ただ手とかは大丈夫ですし、うん、あと口じゃないところだったら大丈夫だと思うんです。もう、うん、粘膜との絡み合いは良くないと、はいはい、そうですね、体の中に入ってしまうことさえ防げればまずそう心配ないので、その後は洗えばいいかなってことですね。まあただアレルギーとか持ってらっしゃる方はジンマシンが出たりすることもありますから、そこはもう気をつけていただきたいんですけれども、はいはい、それ以外だったらそんなに心配ないのかなと思いますが、一緒に寝るっていうのはどうですか。一緒に寝るのもですね、うん、これは、病気動向っていう問題よりかはしつけの問題としてあまり良くないのではないかなとは思うんですね。どうしてですか。ですね、犬っていうのは、割とこう縦社会の動物なんですね。縦社会、社長がいて、はい、部長がいてみたいな。群れの中でですね、必ずボスがいて、ナンバー2がいて、ナンバー3がいて、さらに下がいてっていうピラミッドになっている、はい、そういった群れの中で生活してた動物なので、一緒の場所で寝るっていうことは、リーダーと同じ地位にいると。なるほど。いうふうに勘違いしてしまうので、はい、飼い主さんがリーダーだというふうにして教えるのにちょっと不都合があるかもしれない。なるほど、言うことを聞かなくなるみたいな。あ、そうですね。もっと柔らかく言えば舐められちゃう。ことになりかねないので、はい、でももうそういう習慣になっている子はそれはそれでいいのかもしれないですけど、あと。はい、やっぱり飲みとかがついちゃってる子は飼い主さんも刺されますから、はい、寝てる間にってこともあるので、それは気をつけてもらった方がいいんじゃないですかね。飲み退治してくださいね。はい、はい、気をつけましょう、はい、舐められちゃうぞ、はい、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
Thank you.